どうも、シリュウです。それでは三国志大戦後付け実況やっていきたいと思います。こちらのデッキは柿原デッキ、相手は、義武の継承者に加工派を合わせたデッキ、相手がテイクとリテンがダブル半径でいて、加工挙があの密着型の範囲なので半径がすごい苦しい。かといって落雷を落としたい部隊もいないので、こちらは相性としたらかなり苦しいかなという形ですね。なのでできることなら他のカードで立ち回っていきたい。そして開幕はもう絶対取りたいですね。カキって半径打ち相手に開幕リード取られたらもう負け格なんで、できることなら少々強引にでもリード取りに行きたい。そう思いこちら平成西兵の方をチョイスしていますね。でここ増援防護があるんでライドが落ちそうなのと、右上の2部隊が叩けば取れそうというところなので開幕奥義叩いていきます。でこちらは主攻家、主攻家じゃないや、なんだっけ、砲玉が、同盟なので序盤で叩いたとしてもデメリットは特になしと。でこういう時ガクチンが白工場を持ってるのいきますね。ライドも返せましたね。これでかなり序盤は優位に進めれたと思います。で相手はギブデッキなんです。再起ちょっと意外でしたが、開幕奥義を叩かせることは成功しましたね。でガクチンの一発が入る。で、どうかな、モータツも入りそうかな。モータツ入らない。ただシャマカの弓があるんで超瞬間下がらせてモータツの一発入る。でもう四季さんと同時に、ここはもう少しでも武力が欲しいところなのでギブの継戦、この形でギブの継戦を打てていると、右の2列濡れてないマスが城に戻るときに塗り返せるかなというところで、すごい理想的な形でギブ打つことができましたね。ガクチンはもう永続なので、加工挙が刺さってなくて、あんまり士気の吐きどころが今後少なそうなので、もう士気3溜まった瞬間吐くっていうのはこの試合決めてましたね。でもう少々強引にでもここは攻めに行って内乱を取りに行く形で、ライドウで防作を壊しながらシャマカが敵上に張り付き、ガクチンが突撃マウント。シャマカの一発は厳しそうですが内乱は取れそう。でそうこうしているうちにラケンも復活、わらデッキのいいところですね。でガクチンでその例の右の2マスを塗っていって内乱が確定。ここは内乱大きめなので同じ内乱の回数入れていったら、まあもともと引き分けはな、もう工場入ってる時点でない試合ですけど、内乱もそこそこ大きめのが取れたというところで、相手はギブゴーレを打つ構え。お、相手はちょっと早めに叩いてきましたね。弓兵でのダメージも期待してというところでしょうか。で、モータツとラケンは一旦下がって、こちらガクチンでテイクに当てて、ガクチン、ライド、カキの3枚で相手のテイクに削りを入れに行く形で、ガクチンは消耗するんですが、ガクチンの計略が事情回復も上がってるので少々消耗してももう帰ってきますね。で、ここで突撃が入ったタイミングでラケンの可兵戦法、最大まで撃つと武力17、上昇値が上がったことによって最大で武力プラス15まで上がるようになりました。で削れますね。で超瞬間を落として、これでギブの効果を消すこと、1部隊消すことができたので、次の攻めで全員がギブがかかった状態で攻めることは不可能になりましたね。で、加工派が、工場をついてるんでできることなら止めたい。で、ライドをモータツガクチンの3枚でローテして、加工派もこのままだと撃破取れそう。でこれで、次のギブは、加工派がかなり撤退遅くなってリテンも撃破、これで次のギブはもう怖くないですね。で、ここを欲張っていける場面なので相手の加工派が落ちた直後なんで、
ガクチンで、内乱を取りに行く形です。で相手は、長春華の、無慈悲な贈り物、制圧力を上げて制圧、領域を反転。これはあの端から帰りましょう。端から帰るというのはあの、まあ、当然あの演習の半径の右半分を使いたくないので、ちょっとでも相手の、塗りマスになっちゃうマスを減らしましょうという感じで、ここはテイクが撃破取れそうなので、ラケンを平戦法、ここでテイクを撃破取れるとさらに相手の足並みが崩れるので、加工派は足並みが崩れていれば怖い計略ではないので、テイクを撃破、これで足並みを崩すことができました。で、ラケンモータツラで内乱、内乱を取りに行きたかったんですが、モータツがちょっと、ああこれちょっとモータツ撤退させに行った方が良かったかな。で、なんとまだ長春華の効果が続いてる。で慌ててガクチンを城に戻す。ただ、左がもう全体的に自分で塗っちゃったんで、もう内乱取られそう。大きめの内乱になってしまうとかなり接戦になりそうですね。で、ガクチンが切れたのを確認して出していく。で、覇気の強振、これテイク落としといたのがかなりいきましたね。上昇値は、プラス5で、高挙、相手の高コスト2枚、装備と加工波を止めていく。でここはまああの火器が知力8なんで、知力の平方根の計算式的にも知力7に対してはそこそこ効果時間が取れるので、ここは内乱入っちゃいますが多分リードしてるかな。で、多分ですが、まあこれ殴られることはなさそうかな。ここで義務を刃も切れて、でここなんですが、うん、別に無理して冒険しなくてもいい場面だったのに、ガクチン何をやってるんだか。これガクチンがあのもう普通になんかビタ止めして乱戦でよかったのに、迎撃取られたことによってガクチンが一騎打ちなどの負け筋が作られましたね。で一応まあ負け筋消すために確実に落雷打っときましょうというか、もう打たなくていいという感じで、ここまで見ていただいてありがとうございました。そうですね、最後一騎打ちが2回続けて発生するぐらいの負け筋想定するなら落雷打ってもよかったかなという感じでしょうか。